ネヘミヤ記第10章。引用をした者は、はかりやの子である総督、ネヘミヤ、およびゼデキヤ、セラヤ、アザリヤ、エレミヤ、パシェル、アマリヤ、マルキヤ、ハットシ、シバニヤ、マルク、ハリム、メレモテ、オバデヤ、ダニエル、ギンネトン、バルク、メシュラム、アビヤ、ミヤミン、マアジヤ、ビルガイ、シマヤで、これらは祭司である。レビ人では、アザニアの子、エシュア、ヘナダデの子らのうちの、ビンヌイ、カデミエル、およびその兄弟、シバニヤ、ホデヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、ミカ、レホブ、ハシャビヤ、ザックル、セレビヤ、シバニヤ、ホデヤ、バニ、ベニヌである。民の頭では、パロシ、パハテ、モアブ、エラム、ザット、バニ、ブンニ、アズガデ、ベバイ、アドニア、ビグアイ、アデン、アテル、ヒゼキヤ、アズル、ホデヤ、ハシュム、ベザイ、ハリフ、アナトテ、ノバイ、マグピアシ、メシュラム、ヘジル、メシザベル、ザドク、ヤドア、ペラテヤ、ハナン、アナニア、ホセヤ、ハナニア、ハシュブ、ハロヘシ、ピルハ、ショベク、レホム、ハシャブナ、マーセヤ、アヒヤ、ハナン、アナン、マルク、ハリム、バーナである。その他の民、祭司、レビ人、門を守る者、歌う者、宮に仕えるしもべ、並びにすべて国々の民と離れて、神の律法に従った者、およびその妻、息子、娘など、すべて知識と悟りのある者は、その兄弟であるたっとい人々に付き従い、神のしもべ、モーセによって授けられた神の律法に歩み、我々の主のすべての戒めと、掟と、定めとを守り行うために、呪いと誓いとに加わった。我々はこの地の民らに我々の娘を与えず、我々の息子に彼らの娘をめとらない。まだこの地の民らが、たとえ品物または穀物を安息日に携えてきて売ろうとしても、我々は安息日または聖日にはそれを買わない。また、七年ごとに耕作をやめて、すべての負債を許す。我々はまた、自ら規定を設けて、我々の神の宮のようなために、年々シケルの三分の一を出し、備えのパン、上祖祭、上半祭のため、安息日、新月、及び定めの祭りの供え物のため、聖なる者のため、イスラエルの贖いをなす財祭、及び我々の神の宮の諸々の技のために用いることにした。また、我々祭司、レビ人及び民はくじを引いて、律法に記されてあるように、我々の神、主の祭壇の上に、たくべき薪の供え物を年々定められた時に、士族に従って、我々の神の宮に納めるものを定めた。また、我々の土地の初なり、及び各種の木の実の初なりを、年々主の宮に携えてくることを誓い、また律法に記してあるように、我々の子供及び家畜の初子、及び我々の牛や羊の初子を我々の神の宮に携えてきて、我々の神の宮に仕える祭司に渡し、我々の麦粉の初物、我々の供え物、各種の木の実、葡萄酒及び油を祭司のもとに携えていって、我々の神の宮の部屋に納め、また我々の土地の
産物の10分の1をレビ人に与えることにした。レビ人は我々のすべての農作をなす町においてその10分の1を受くべきものだからである。レビ人が10分の1を受けるときにはアロンの子孫である祭司がそのレビ人と共にいなければならない。そしてまたレビ人はその10分の1の10分の1を我々の神の宮に携え上って部屋または蔵に納めなければならない。すなわちイスラエルの人々およびレビの子孫は穀物、葡萄酒および油の供え物を携えていって聖女の器物および務めをする祭司、門営、歌歌う者たちのいる部屋にこれを納めなければならない。こうして我々は我々の神の宮をなおざりにしない。